やみつき松本です。先日ですね、皆様にアンケートをお願いして、初心者におすすめのアウトドアテーブルランキングという動画を出したんですけども、いろいろな方からですね反響をいただきましてですね、ぜひこれからも継続で企画をやってほしいということをたくさんご意見いただきましてですね、早速ですけども第2弾としまして、今回は初心者におすすめのソロキャンプアウトドアチェアランキングということで、たくさんの方にねアンケートにご協力いただきまして、集計が終了いたしましたので、一つの動画にしていきたいと思います。まあ、テーブルと違ってね、チェアって結構シンプルであったり、ヘリノックスのパクリと言われるねパチノックスの存在があるので、ちょっとねメーカー別とか商品別に分けるの難しいかなとも思ったりもしたんですけども、今回もですねなかなか面白い結果が得られましたし、私自身もですね予想だにしない展開となっておりますので、ぜひですねこれからキャンプを始めたいという方、それからキャンプを始めたけど何を買っていいかわからないという方はですね、動画最後まで見ていただいてですね、キャンプをねすでにされている方が一番初めにこのチェア買っとけば間違いないよというところをですねお勧めしてくださっていますので、お勧めのね理由等も寄せていただいておりますし、また実際に使ってみてね、こういうところはちょっと正直デメリットですよといった意見もございますので、めちゃくちゃ参考になる内容だと思いますので、ぜひね動画最後までご覧いただければと思います。またですね、大手のキャンプメディアの集計とはですねまたちょっと違いまして、普段はね私100円ショップですとかワークマンさんなどですね、コスパに優れるアイテムをご紹介するチャンネルとしてですね活動させていただいているので、そういった中での視聴者の方の意見ということなので、コスパ面とかね長く使えるという点もですねいろいろ考慮して投票してくださっている方が多かったと思いますので、ぜひね最後まで見ていただいてですね、参考になったことですとか、今回ね投票できなかったけどこれもおすすめですよみたいなこともありましたらですね、動画見終わった後ぜひコメント欄にお寄せいただければと思います。ということで早速ですけども、今回もねランキング形式で行ってみたいと思います。まずランキングのね割合を示したグラフを出してみたいと思うんですけども、せーのドンとこちらとなっております。10位からね順番にご紹介していきたいと思うんですけども、意外とですね1位の割合が高かったかなということで、今回も1位と2位だけでですね 50% 以上の方がお勧めしてくださっているということになっております。それから10位までの間でもですね、このチェア知らなかったというものがね結構出てくるんじゃないかなと思いますので、その辺はね一緒に見てご参考にしていただければと思います。まずはですね第10位ですね。第10位はこちら、ロゴスのアグラチェアプラスです。で、これに関してはね、私、実際に見たことはあるんですけども、座ったことがなくてですね、私自身もすごく興味深い内容となっているんですけども、いただいたコメント、披露させていただきたいと思うんですけども、まずですね、バレーバレーさんですね、あぐらも正座も足も伸ばせ、深く座り込めるということで、座面はね、相当低くなるとは思うんですけども、足が楽ということですね、コメントいただいております。それからね、タカさん、いろんな椅子を使ってきましたけども、座り心地でこれを超える椅子ってあるのかなって思います、ということで、結構ね、この手の椅子座ったことない方、私も含めてですけども、いらっしゃると思うんですけども、座り心地は抜群ですよ、ということでいただいております。それから、キサラギアルトさんですかね、ハイパックモデルを使っていますが、ロゴスのチェアは耐荷重が高く、体格のいい人でも安心して使える。ヘリノックスも耐荷重が高く、ロゴスより軽くてコンパクトだが、値段が頭一つ抜けて高い。何より、アグラがかけるローチェアは、バトニングなどの作業がしやすく、焚き火をより身近に体感できておすすめですということですね。で、今回のねチェアに関してはですね、この高さの問題ですね、チェアの選び方のポイントの一つとしてね、今キサラギアルトさんが言っていただいたように、高さの問題は結構重要な問題で、前回のねテーブルの時にも言いましたけども、やっぱりねテーブルとの高さが一番ね相性がある問題ですので、高い椅子で低いテーブルだとこう腰をかがめたりしなければいけなかったりということもございますので、そういった自分のねもしテーブルを持っているんでしたら、そういったテーブルとの相性も考えて選ぶのがいいかなと思います。それから最近流行りはね、どっちかというと背の低いタイプのチェアだと思うんですけども、このアグラチェアもねかなり座面は低いんだと思うんですけども、その焚き火とかを楽しむ時にはですね、背が低いチェアの方がより向いてるかなと思いますので、そういった点もねメリットの一つということですね。まあアグラチェアに関してはですね、耐荷重が高いということで、私のようなね人でも安心して使えるという意見もいただいておりますので、これ非常にね心強いですよね。はい、ということで第10位に選ばれましたのはロゴスのアグラチェアプラスでした。どんどん行ってみましょう。続いて第9位ですね。第9位はですね、キャプテンスタックのグランドチェアでございます。
10位に続いてですね、9位もグランドチェアということで、やはりね、背の低いタイプの椅子がソロキャンプをこれから始めたいという方にはおすすめだよという方が多いのかもしれませんね。いただいたコメント見ていきましょう。まず一つ目、揃ってるさんですね。小さいテントなど幕内にチェアを置けない環境下での地べたスタイル、背もたれが使えるのはありがたいですよということですね。まあ確かに、テントとかね、背が低いところでそれほどね高さがないテントで、テントの幕内で過ごすときにですね、チェアの高さがあるとやっぱ天井までね、かなり窮屈さを感じてしまうということがあると思うんですけども、ローチェアでしたらね、その点空間が広く保てるのでいいですよというところ。それからね、やっぱり背もたれ、このキャプテンスタックのグランドチェアは比較的背もたれがあるというのが一つポイントで、まあゆったりとね過ごせるというところがおすすめですということでした。それからヘビの目さんですね。とにかく軽いスタイルが変わっても家で使えますということですね。そう、チェアはねなんだかんだ言って家で使ったりもできますので、なんか購入悩んでる方とか使い心地に悩んでる方でもうどうしても欲しいというものはね、とりあえず家で使ってみるというのもありかもしれませんね。それからイトキンさんですね。背もたれがありしっかりとくつろげ、これ以上コンパクトな椅子を知らないと。見た目からすると高く感じるが丈夫でしっかりとした作りということでコメントいただいております。このチェアに関してはですね、やっぱり背もたれ、それから、ある程度コンパクトというところ、それからロースタイルというところですね。この辺がポイントなのかなと思いますけども、まあ、とにかくねゆったりと過ごしたい方でローチェアが欲しいよという方はですね、ちょっと注目の一品かもしれません。ということで第9位はキャプテンスタックのグランドチェアでした。続いて第8位ですね。第8位はこちら、ヘリノックスのグランドチェアでございます。ここまでグランドチェア人気が高いとは正直思っておりませんでしたけども、私ヘリノックスのグランドチェアに関しては持っておりまして、実際ね何度も使っております。ということでいただいたコメントを先に見ていきましょう。まずナチさんですね。値段は少し張りますがコンパクトで何より軽いです。持っていくのが億劫になりません、ということで、これは完全同意でございます。それからイニシャル E さん、高さがローテーブルと合うということで、先ほどのね高さのポイントを言いましたけども、今回のグランドチェアはだいぶ低いというところで、通常のね、アルミロールテーブルですとかよくあるねタイプのテーブルとも高さはバッチリ合います。それからニャーワさんですね。軽さと座り心地、コンパクトに収納できるところということでコメントをいただいております。グランドチェアに関してはですね、このコンパクトに収納できるところ、それから軽さっていうのが、まあこの後もしかしたら出てくるかもしれないですけど、他のメーカーのグランドチェアと比べてもですね、だいぶ軽くてコンパクトというところで、特にですね、まあ荷物を少なくしたいという方はですね、このヘリノックスのグランドチェアをチョイスされる方が多いように感じます。まあ座り心地もですね、どっかりと座り込めるということで、逆にね立つのが嫌になってしまうというデメリットはあるんですけども、ちょっとね私ぐらい、超えた体重の方はですね、なんかよっこいしょって起き上がるのが慣れるまでねちょっと大変になってしまうという部分がありますが、まあそれを補って余りあるコンパクトさ、軽さですねはあると思いますので、そういった点で私としてもですね、なんだかんだ言って困った時はこれ持っていくみたいな時は多いです。はい。ただね、先ほどナチさんも書いておりましたけども、値段は少し張るということですので、ちょっとね今回ご紹介する椅子の中でもかなり高価な部類には入ってしまうかなと思いますので、その辺をね財布とご相談してということになると思います。はい。ということで第8位ですね、ヘリノックスのグランドチェアでした。続いて第7位はですね、こちらでございます。ムーンレンスのグランドチェアでございます。グランドチェア続き、まさかのここまでグランドチェアに偏るとは思いませんでしたが、今のところですね10、9、8、7と全部グランドチェアになっております。で、ムーンレンスのグランドチェアに関してはですね、比較的まあ新しめの商品ということで、まあヘリノックスのグランドチェアと同様のタイプの、ちょっとね価格的にお安いというところをついてきた商品でございます。いただいたコメントを見ていきましょう。前のめりさんですね。価格が安く自分のスタイルに合っている。それからインゲン豆さん、安くて座り心地も良く気軽に扱え、故障した時も保証期間なら部品の無償交換があるので安心。パイプを差し込む箇所が破れたが座面を送ってもらいました、ということです。結構保証面でもムーンレンスさんしっかりしてるんですね。その辺ちょっと私も知らなかったんでとても勉強になります。それから音豆さんでよろしいんですかね。ヘリノックスのパクリだけど安いし十分軽いと。この手の椅子はいつか布の破れとかフレームの歪み、ショックコードのへたりが来そうな分消耗品と考えれば良い品です、ということですね。まあ価格がね安いというところをやはり皆様ピックアップしてくださっている印象でございますけども、まあ基本的にはねヘリノックスのグランドチェアと同様でですね、どっかりと座り込むタイプだと思いますので、そういったところ
ところでも価格的に気軽に使えるというところ、さらにはね意外と保証もしっかりしてますよということでもコメントいただいておりますので、そういった点が人気の理由なのかもしれません。はい、ということでですね、第7位にランクインいたしましたムーンレンスのグランドチェアでございます。続きまして第6位ですね。第6位にランクインいたしましたのはこちら、エイトテールのナイスな椅子でございます。これね、私のチャンネル見てくださっている方にはすでにお馴染みかもしれませんけども、以前ね動画でまず最初に揃えたい初心者のキャンプ道具ということで動画にいたしましたけども、その中でもですね、私の中でのまず初めのおすすめチェアはこれですということでご紹介させていただいております。で、簡単に言いますとですね、 DOD のすごい椅子というね椅子があるんですけども、それと同様のタイプということで、特徴としては火の粉が飛んでも大丈夫な生地、それから、ハイスタイルロースタイルに高さが調節可能、それから足のバリエーションで角度も調節可能ということで、まあいろいろね多機能ながらもですね、ヘリノックスのパクリと言われるパチヘリよりは若干お高いのは間違いないんですけども、それにしてもですねコスパは高いということで、個人的にもおすすめの椅子の一つでございます。コメント見ていきましょう。ちょっと長いですけども、濡れせんべいさんですね、私の経験上ではありますが、キャンプ始めたての頃はやはり自分に合うスタイルを見つけるまでは様々なツールアイテムを使いたくなります。テーブルの高さ、それに合わせたチェアの高さ、今度は背もたれもハイバックの方がなんてよく模索していました。 DOD のすごい椅子にあったのは自分のスタイルが定まってからではありますが、初心者だった昔の私に心から勧めたい一品ですと。中のサイズが若干大きいのは否めませんが、それでも用途別に銭を投げるくらいならこれ1個買っとけと言いたいものの、まあ値段も若干張るため、このナイスな椅子を入門編としてお勧めしたいですということでいただいております。まあ本当その通りですね。それから熊親父さんですね、自分初めての椅子が調子こいてヘリノックスのチェアワン買ったのですが、ローチェアも欲しくなったので、自分のスタイルが決まるまでは少々かさばるが可変椅子をお勧めいたします。まあ可変椅子って高さが変えられるってことですかね。車で移動するなら多少重くても軽量高額な椅子よりも大きなおっさんが安心して座れる安い椅子をお勧めいたしますということでコメントいただいております。そして、スーさんですね、すごい椅子のように調整できてさらに少しリーズナブルな価格なのがいいということでコメントいただいております。もう本当皆さんのおっしゃる通りですね。デメリットとしてはですね、荷物的には大きいサイズになってしまいますし、キノコに強い生地を使ってるんで重さもね通常のヘリノックスタイプと比べるとやっぱり重くなってしまうんですけども、自分のスタイル的にね車とかで移動するんであれば、まあこういった椅子の方がねどっかりと座り心地はいいですよというところと、それから後々ね自分のスタイルが変わってきた時もですね、足のバリエーションで高さや角度を変えられるという点がですね、いろいろなテーブルやいろいろなキャンプスタイルにも応用が効くという点で、このエイトテールのナイスな椅子をチョイスしている方が多かったように感じます。ということで第6位はですね、エイトテールのナイスな椅子でした。続きまして第5位はですね、ムーンレンスのアウトドアチェアでございます。このムーンレンスのアウトドアチェアに関してはですね、言い方としては、まあ、ヘリノックスのパクリ、通称パチヘリと呼ばれるものの代名詞とも言われている椅子だと思うんですけども、価格が安くてですね、よくあるスタンダードのタイプということで、このね、ムーンレンス以外にもですね、ワークマンさんのチェアですとか、いろいろなタイプのね、ヘリノックスタイプをおすすめされている方がいらっしゃいましたが、まあ、今回ランクインしたのはこのムーンレンスのアウトドアチェアということになります。まあ、パチヘリをね、総合して多分投票を取るともう少しランクは上に行くのかなと思います。ますけども、今回は第6位ということでご紹介していきます。まずですね、店長さん、初心者なら自分のスタイルへこだわりっていうのもまだないと思いますので、安くて軽いものがいいと思いました。またテーブルランキング1位のテーブルと合わせる場合もグランドチェアでは少し低い気がしたので、チェア1タイプのものがいいと思いましたということですね。高いタイプのテーブルと合わせるんであれば、この手のチェアの方がいいんじゃないかというご意見もいただいております。それからウィンさん、サイドポケットはありませんが、セカンドストリートとワークマンの同タイプのチェアも使っております。コスパ重視で選んでいますが、地面が緩いと足が沈むのだけがちょっとストレスですということです。そうですね、足の部分がぬかるんでる地面とかだとね沈んでしまうのは、まあ今回のチェアはまあグランドチェアタイプはねどっちかというと面で支えるという点もあるので比較的それは少ないかもしれませんけども、ヘリノックスタイプの椅子を使う場合はですね、この辺は避けて通れないかなと思いますけども、なんか足につけるねジョイントのようなものもあるんですよね確かね。ということでそういったご意見もいただいております。それから佐藤さんですね、ヘリノックスは初心者だと値段が高かったので女性向きのムーンレンスが価格的
的に買いやすかったので購入決めました。また重さは少し重いのでずっと持ち歩くには厳しいですが、座り心地は良かったです。家でテレワーク用にキャプテンスタックのグランドチェアは今も愛用しています、ということでございますね。グランドチェアも人気なんですね。通常のねよくあるタイプのスタンダードなヘリノックスタイプの椅子としてね、このアウトドアチェアも人気ということで、 Amazon とかでねアウトドアチェアを探すとね、この手の椅子がブランドは問わずですね、いろいろ目についてくると思いますので、一回はね見たことあるかなと思う方もいらっしゃると思いますが、まあとにかくね安くてそれなりに軽いということ、それから高さはねまあやや高めではありますが使いやすいところということで、まあ人気な理由があるということで、いろいろなコメントもいただいております。ということでですね、第5位ですね、ムーンレンスのアウトドアチェアでございました。そして続きまして第4位ですね、第4位はこちらです。バンドックのロースタイルチェアでございます。これに関してもですね、私実際に座らせていただいたりということで、いろいろ目にする機会はあるんですけども、いただいたコメントね、見ていきたいと思います。まずね、これはね、まあ、前回も読まさせていただいたんですけど、読まざるを得ないですよね。チェアマンということで、以前ね、コラボさせていただいた荒波パパさんですね。チェアといえばこの方ということでコメントいただいております。収納サイズがでかいというデメリットはあるものの、価格、座り心地、展開の速さ、丈夫さ、火の粉に強い生地など、総合的に考えると、これで十分という結論に至りました。そんなにロースタイルではないですが、あまりに低い座面は座ったり立ち上がったりがおじさんには大変なのです、ということでコメントいただいております。先ほどグランドチェアで言った点がこの点ですね。座っているうちはいいんですけど、立ち上がる時にねよっこいしょが必要になってしまいますので、そういった点であまりに低すぎない方がいいということも、ポイントとして挙げられております。ありがとうございます。それからサクさんですね。価格がお手頃だし設営撤収が簡単、見た目も悪くない、ブマさんも言ってるけど耐荷重80キロだけどそれ以上の体重の人が使っても壊れる気配がないということですね。まあ、耐荷重表記に関してはですね、いろいろ憶測あるんですけども、私自身もですね90キロオーバーという体重を抱えてですね、いろいろな椅子を試してきましたけども、まあ、耐荷重80キロの椅子といってもですね、いきなりボカンとぶっ壊れることはなかなかない印象ではございますが、まあ、飛び乗ったりすればですね、それは分かんないですけども、この一般独のロースタイルチェアに関してもある程度大丈夫という丈夫さ、それから価格の安さ、設営撤収の容易さという点が挙げられております。それからラモさんですね。コットチェアテーブルなどが全て組み立て式だと手間に感じてしまう。確かにオートサイトで車の積載に余裕があるならこのタイプがおすすめですと。バンドックのロースタイルチェアは価格も手頃で見た目もいいということでコメントをいただいております。確かにね、コンパクトパッケージでいくと、まあ、コットも当然組み立てになりますし、テーブルもね前回のランキングの1位の組み立てのように、まあ、持ち運びはコンパクトなんだけど実際に組み立てが必要ですよといったものが増えてきてしまいまして、全てのものがそういった組み立て式だとキャンプ場について全部を組み立てるというのは大変ということで、このロースタイルチェアに関してはバカッと広げるだけですので、車の積載に余裕があるならこれがいいですよということでおすすめのコメントもいただいております。このポイントはですね、チェアマンさんが言っているようにですね、価格、座り心地、展開の速さ、丈夫さ、火の粉に強い生地ということで、もうポイントはね全てまとめられておりますので、私の方から言うことは何もございません。皆様ありがとうございます。ということでですね、気になっている方はですね概要欄の方にリンクも貼ってありますので、そこもちょっとチェックしてみていただければと思います。はい、第4位ですね、バンドックのロースタイルチェアでございました。いよいよですねトップ3に入ってまいりますけれども、個人的にはめちゃくちゃ意外でしたが、納得の内容でもありましたので一緒に見ていきましょう。ということで第3位ですね、第3位はこちら、ユージャックの何年リクライニングローチェアでございます。私がアンバサダーを務めさせていただいているユージャックのですねチェアということで、私のチャンネルの中ではですね何度も動画で出てきているアイテムなんですけども、まあ、個人的な印象だけを言いますとですね、ちょっと意外だったというのが正直な感想でございます。この商品をディスっているとかではなくてですね、価格帯的にですねちょっと他のチェアと比べるとお高いタイプのものでしたので、まあ、初心者に一番初めにお勧めしたいよという椅子としてはね、ここまで票が集まるとは正直思っておりませんでしたので、アンバサダーとしてはですね嬉しい限りではございます。はい、ということでいただいたコメント見ていきたいと思います。まずですね、デカメロンさん、腰痛で悩んでおりましたがこれに変えて楽になりました。大きくてかさばりますが車横付けデブキャンパーには優しい椅子です、ということが書いてあります。私のね動画見てくださっている方はですね、日頃から私がね愛用しているのはよくね分かってくださってるかもしれませんけども、何にせよこれねめちゃくちゃ楽なんですよ。で、先ほどのバンドックのチェアでもありましたけども、展開もねガバッと開けるだけで簡単
単ですし、座り心地が極上ということもありまして、個人的にはですね、コールマンのインフィニティチェアみたいなめちゃくちゃ極楽な椅子を、まあアウトドアでもより使いやすいようにコンパクトにしたような印象を持っておりまして、非常におすすめであります。で、車横付けデブキャンパーには優しい椅子と書いてあるんですけども、実はこれね、耐荷重80キロだったかな、確かだと思いますので、私ね、今ね、耐荷重テストも兼ねてですね、実際に90キロオーバーの体でどれくらい使えるのかということで使い倒しておりますけども、ちょっとね、生地がへたったりってことは当然あるんですけども、今のところぶっ壊れたりすることなく使えておりますので、これはおすすめだと思います。それからフレートさんですね、座ったらわかるリクライニング付きで何年生地、あの手すりの絶妙カーブ、車で行くなら絶対これだと思っているということですね。まあ確かにリクライニングが付いているという点、それからですね、生地自体が何年生地でできているよという点も、あの手のタイプとしては結構珍しいかもしれませんね。で、手すりの部分はね、リアルウッドを使用していて、触り心地もとてもいいということでコメントをいただいております。それからマルティネス井上さんですね、少し低めといっても低すぎずリクライニングまでできる椅子、椅子カバーは取り外せてオールシーズン使えるし、キャンプスタイルが定まっていない時に買っても長く使えると思います。ただコンパクトさは皆無ということで、まあデメリットとしてはですね、やっぱりめちゃくちゃ大きいのは変わりないですので、その点はね、デメリットとして考える方はちょっと注意が必要だとは思うんですけども、意外とね、大きさの割には軽いという点もあるのは私の方からは言っておりますけども、あとはですね、この椅子カバー取り外せるという話もありましたけども、カバーはもちろんですけども、枕もついておりますし、収納のね、袋もついておりますので、まあ全部入りのセットということで、まあ今回ご紹介した中ではですね、ちょっとお高いんですけども、初めての椅子というところですけども、椅子ってキャンプにおいてですね、かなりの長時間座っているものになってきますので、キャンプギアの中でもかなり重要度は高いキャンプ道具ということで、初めからですね、ある程度の椅子をおすすめするという方が多かったように思います。まあそんな中でもですね、価格は他のチェアと比べればちょっとお高いですが、初めからね、こういう贅沢な椅子1個持っといた方がいいよという意見が多かったということで、その最たる例としてですね、第3位、ユージャックの何年リクライニングローチェアでございました。はい、いよいよやってまいりました。続きましていっちゃいます。初心者におすすめしたいソロキャンプアウトドアチェアランキング第2位はムーンレンスのアウトドアチェア2ウェイでございます。ムーンレンス製品はですね、いろいろと今回のランキングの中でも挙げられておりましたけども、今回ご紹介するタイプはハイとローに切り替えができる 2way タイプのチェアということで、いろいろなお声をいただいておりますということで、コメントをご紹介していきます。まず清流さんですね、まずは安くて一般的な椅子で試してから自分が好きな感じで買うのをお勧めいたします。その方が結果的にもお財布に優しい気がするので、ということでコメントをいただいております。今回の場合はですね、一般的な椅子、さらにはハイローが切り替えができる椅子ということですので、価格が安いながらも汎用性が高いというところも選ばれている理由かなと思います。それからわらしさんですね、自分のキャンプスタイルがソロの CL キャンプなので、コンパクト性と快適性を両立している本品をお勧めいたしますと。グランドチェアとして使ったりですね、ハイタイプで使ったり、その時々で使い分けています。座り心地やコスパもいいので、私のサイ&コーのチェアでございますということです。コンパクトで快適というところ、さらには汎用性というところ、そしてコスパも合わさってでということで支持をね得ている商品かなと思います。それから、月刊中年キャンプさんですね、初心者ということで、おそらくスタイルも定まっていないと思われるので、高さを変えられるものがいいと。そしてスタイルが定まってからそれに合ったチェアを買い直す前提なので、できるだけ安い方がいいと。とはいえ安かろう悪かろうでは困るので、それなりの機能性や耐久性、快適性は欲しいと。以上の条件を満たすことから、ムーンレンスの 2way をお勧めいたします。実際に私が初めて買ったキャンプもムーンレンスの 2way でした。コスパに優れた良いチェアだと思います。チェアに求めるものが定まってからは別のチェアを使っていますが、それが壊れた時用にムーンレースの 2way はね、常に車に積んでありますということでコメントをいただいております。まあ、ゲッチューさん実際にね、使われているということですので、まあ生の声非常に嬉しいですよね。まあそう、今回のチェアでね、比較的安いものをお勧めする方と、まあ初めての椅子でもある程度いいのをもう初めから持っといた方がいいよというところにね、ちょっと分かれてるかなと思いますけども、コメントいただいたゲッチューさんの言う通りですね。まあ価格はね、初めて買うもんなんで、当然ね、安い方がいいのは決まっていますけども、まあそれなりの機能性や耐久性、快適性があるよということでお勧めいただいております。正直ね、今回のアンケートに関してはムーンレンスのアウトドアチェアの 2way 2位にランクインした今回の商品と1位にランクインした商品でもう 50% 以上ですので、もうとにかくいろいろなコメントをいただいておりますね。ちょっとね、紹介しきれなくて申し訳ないんですけども、まあとにかく価格的にも性能的にも申し分ないということで、結構前からね、だいぶ話題になっていた商品だと思いますので、その辺も
もね、気になる方は概要欄から詳細チェックしてみていただければと思います。ということで、第2位にランクインいたしましたのはムーンレースのアウトドアチェアの2ウェイでございました。そしていよいよやってまいりました、ソロキャンプ初心者におすすめのアウトドアチェアランキングですね。今回堂々の1位はDOD のすごいっすでございます。もうこれに関してはね、知らない人はいないんじゃないかと思うぐらい大人気の椅子なので、まあ1位になるのもある程度納得かなと思う部分はございます。でね、コメント等もねめちゃくちゃいただいております。まずですね、介護野郎さんですね、めちゃくちゃ長いコメントをいただいているんで全部は読めないんですけども、私自身はねちゃんと読ませていただいておりますけども、ちょっとね動画としては長くなってしまうんで端折らせていただきますけども、まあ要約するとですね、 DOD のすごい椅子はムーンレンスバンドックを巨大化してアグラスタイルももちろんのこと、欲張りにあれもこれも詰め込んだような作りで使っていて飽きないということでございますね。まあそれ以外にもですね、7000文字めちゃくちゃもうブログぐらいの、コメントをいただいているんですけども、まあちょっと簡単にね要約するとそんな感じということで、おすすめということで、それだけね愛を持って使っている方が多いということはね、ちょっとご理解いただければと思うんですけども、それからシュウさんですね、まずいい点として包み込まれる座面の広さ、それから男性でも首付近まである背もたれ、角度調節可能な椅子で1脚で2脚3脚分の用途、それからどんなキャンプサイトにも合う3種類のカラーリング、外れにくい足のグリップキャップということと、安心の日本製の DOD ということがメリットとして挙げられております。で、悪い点としましてはですね、ツーリングには向かないサイズ、設営に少し手間がかかる、価格は安くはない、高くもないですが、ということでいただいております。もうこれに集約されてるかなと思うんですけども、6位にねランクインした8テールのねナイスな椅子も、正直ねすごい椅子とほとんど同じ同等の性能を持った商品ということですけども、カラーリングですとかね DOD 自体が好きという方もねかなりいらっしゃるということで、このすごい椅子の方が今回のアンケートでは人気ということになりました。まあ価格的にはですね、すごい椅子はだいたい9500円程度で、8テールに関しては7000円程度ということで、その辺のね価格の開きとブランドを持つというね所有感、それからカラーリングの部分ですごい椅子を消費される方が多いかなと思いましたね。ただね、8テールのナイスな椅子に関しても後ろのね背もたれ部分が長いねロングタイプが発売するということで情報ね出ておりましたので、その点もね非常に楽しみで、もうちょっとねゆったり座りたいという方はね8テールのナイスな椅子の新バージョンもねちょっと楽しみにしていただければと思うんですけども、はい。それからですね、ヒロキングさんですね、やはりキャンプでは椅子時間が重要、初心者だからこそポイントを抑えたいということで、人気メーカーで長い時間座っても疲れない、高すぎず安すぎない価格設定でこの商品は抑えておきたいところです、ということでコメントをいただいております。まあ先ほど言った通りですね、やっぱり椅子はキャンプ道具の中でも結構ね長い時間ねキャンプにおいてはお付き合いする商品となりますので、ここだけはねちょっとちゃんとしたものを選んだ方がいいかなというコメントを多くいただいております。それから、メタボタカヒロさんですね、チェアワンが個人的に好きですが、価格と使い勝手はすごい椅子の方がいいと思いましたと、火の粉にも強いし座面の高さが変えられるのはいろいろな使い道があるので絶対いいです、ということで、バックパックでキャンプしたいならチェアワンがいいと思います、ということですね。ナイスな椅子、それからすごい椅子、共通して言えるのはちょっとやっぱりね重さと大きさは大きくなってしまうという点ですので、逆を言えばその点がクリアできるのであればかなり快適ですよといったコメントを多数いただいております。まあ、価格的にはですね9000ちょいということで、初心者はね一番初めに買うにはちょっと躊躇してしまう価格かもしれませんけども、やっぱりですね長い期間を見るとですね、テーブルが変わった時にハイスタイルからロースタイルに変えられるという点で、テーブルの高さによってね同じ椅子を使い回せるということで、新たにね高さの違う椅子を買い足したりということをしなくても済むという点ですとか、まあどっかりとね座り込める座り心地の面ですとかね、かなりおすすめできるというコメントが多数寄せられておりますので、これはね本当に人気のあるチェアなんだなということで改めて思いました。ということで、栄えある第1位ですね、 DOD のすごい椅子でございました。はい、ということでお届けしてまいりました。今回のねアウトドアチェアランキング、総合するとですね、ロースタイルのチェアが比較的人気なんだなというところ、それから高さが調節できるハイブリッドタイプが人気なんだなというところで、かなり票が集まっていたように感じました。それからですね、考え方としてもですね、やはり初めからある程度の椅子を持っていった方がいいよという方、それからどんな椅子を買ってもですね後々は違う椅子が欲しくなるから、とりあえず安いものを買っといた方がいいよという方の2つに分かれておりましたけども、ランキング
ングだけを見るとですね、比較的初めからある程度しっかりした椅子でお気に入りのものを1個持っておいても損はないんじゃないのという方が多かったように感じましたね。はい、ということで、まあ今回はですね、アウトドアチェアランキングということでちょっと難しいかなと正直思っていたんですけども、まあある程度ね納得できる内容だったかなということになっております。で、今後もですね、今回チェアランキングということでやってまいりましたけども、前回ねテーブルの時に結構大きい反響をいただきましたので、今回のチェアランキングの方でもですね、何かありましたらねコメントでお寄せいただければと思うんですけども、やってほしいランキングですとか取ってほしいアンケート等ありましたらですね、動画でこのような形で皆様のコメントを交えながらご紹介していければと思いますので、よろしければね動画見終わった後こんなランキングもやってよといったねコメントもいただければと思います。ということで、今後もですね皆様のキャンプ道具選びに参考になるような動画をどんどん作っていきたいと思いますので、よろしければチャンネル登録お願いいたします。ということで、以上やみつき松本でした。じゃあね。